はい、続けてやっていきます。じゃあ今回はね、トレインレールをグラインドする、このミッションやっていきます。多分こっちだよね、レールがあからさまについてるから。まあタイミングよくこう、あー、そういうギミック、ワープするんだね。お、左に飛んで、おー危ない、おお、ポルトペットが置いてある。ジャンプ、ジャンプ、倒してジャンプ、倒して、よし、ジャンプ。メルモシープとか装備できない、あ、ダメですね、撃てないや、残念。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。まあ大丈夫でしょう。飛んで、何これ、あー、追われるの、こうやって避ければいいんだね。まあ避けるのは大丈夫、慣れてるから。うん、落ちるんかい。大丈夫かなあれ。うおー、よいしょー。これさ、あ、シンスノイドないんだった。シンスノイド装備すれば楽ちんかなと思ったんだけど、残念ながらシンスノイド弾薬ないや。うわ、いっぱいいるな。なんでこんなレールに、レールの上に乗ってんの。よし、おお、え、なんで右に飛んだ。うん、サンダークロー役に立つね。ジャンプ、横に飛んで、おっと、あ、ここでいいのか、これリモコナイザーじゃね。あ、パロディーや。今のはジャッカルダクスターの、あ、全て集めました。はい、誰かに組み立ててもらえばリモコナイザーが完成します。あ、そうですか。まあさっきのね、リモコナイザーのパーツの入手のね、モーションは分かる人には分かるってことで、じゃあ次はこっちやろうね。一応リモコナイザーはね、パーツ揃ったけど、やりたいよねこれ。ほら、ジャイアントクランク、あ、やっぱこうやって移動するんすね。バトルムーン、おー、これは何と戦うの。え、何あれ、何あれ、聞いてない。うん、囲まれてる、やべえ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 、なんだこれ。くそー、クランクのアップグレードはできるわけじゃないから、クランクのアップグレードできたらな。一旦逃げよう。何、うわー、後ろにいる、無理だ、なんだ、あー、やられてる。ほら、え、ちょちょちょ、どう回避するのあれ。いや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 、どうすんの、あんな突っ込んできたら。ほら、うわー、いや、むずくねこれ。いってー、あ、
殴ればなんとかなる、案外殴ればなんとかなる。ほらいいね。マザーシップどこ。お、いたいたいた。逃げちゃうじゃん。お、止まってたね今。追っ手を潰しとこう。いてててててて、弾かれた。こいつら無限脇か、厄介だな。今殴れ。ほら降りてくるタイミングがあるから、そこを狙って攻撃すればいいんだ。あ、回復したい回復したい。よしよしよし。うわ、後ろから攻撃してくるのちょっと卑怯すぎませんかね。来た。なかなか減らないね。ミサイル全然効かないな。どこ行った、こっちか。うわー、きついけどなんだかんだで体力は減らせてる。どこ行った、やっぱ殴った方が強いかな。よいしょ。ほら、お、降りてきた。今だ、殴れ。減りがすごい。くー、来た来た来た。殴れ、いいぞ。どこ行った、こっちか。うわ、引っかかった。うお、何これ、知らないよそんな技。一旦退避。うお、ミサイルでなんとか。ああ、落ちちゃった。うわ、ほらほら、くっそ。あ、ミサイル拾った。これでまた撃てる。いやー、うわー、痛い。ミサイル効いてる、そもそも。あ、減ってはいるな。すっごい少ないけど減る量は。装備を調達して、ほら、いけ、ボムを投げろ。倒した、まだっぽい。お、勝った、やった。うわー、お、なにこれ。何かを入手した。お疲れクランク。マッパーは秘密のエリアを探知してマップ画面に緑色で表示します。マップ、マップの隠しエリアを表示させるんだな、きっと。そういうことだろう。ちょっと公園ドームに向かおうか。リモコナイザーのパーツを渡す。あとそれだけが残ってるから。
すごいとこ通るな。わざわざこんなとこ通らなくてもいいのに。お、来た来た来た。どうも。じゃあお願いします。1万ボルトか、安いな。うまく使いな。今試しちゃダメっすよ。リモコナイザーを使うにはアンテナのついたレシーバーボットを狙って丸ボタンを押してください。おお、これあ、撃てる。これいや、プロトペットめちゃくちゃ怖いんだけど。あ、いけ。どういうこと？あ、そういうことね。三角を押すと自爆しちゃうんだ。これが何か分かんない。丸ボタンを押すと変な音波が出す。ジャンプ、いけー、倒せ。よし。ん？タクシー来た。シップに戻る。戻るだけか。 OK。 でい、さてやることはなくなったね。あとはグレルビンでアンジェラを探しに行こう。じゃあグレルビンに向かいます。ふう、長い冒険だな。やりごたえがあるってもんだ。おお、いいね。出発。はい、戻ってきました、グレルビン。ちょっと弾薬をね、買っとこうかな。ふう、こんなもんかな。ゾディアック買っちゃうか。どうしよっかな。買うか。おお、4発しか撃てないんだ。うん、これでね、1周目で手に入る武器は全て入手しました。まあアップグレードはちょっとできてないんですけど。さてゾディアック試してみようかな。ちなみにここはね、2周目前にも言いましたけど、2周目に手に入るね、確かクランクザッパーだっけ、クランクザッパーっていう武器が手に入るそうです。まあいいや、何はともあれ向かいましょう工場へ。さーてさーて、いけ。なるほどね。ほらー、なるほど。まるで他の、おお、説明する前にやっちゃった。丸ボタンに他のボットに移れるんだ、こうやって。まずい。あー、難しいな結構。挑戦挑戦。移って、倒せ倒せ。無限脇か、突破しなきゃな、無理やり。お、移った移った。ほらー、突破しよう。お、下がったね足場が。コンティニューポイント。なんか来た。く
仕方ない、ここでゾディアックを使ってみよう。さあどんなもんかな。あ、撃たせて。え、何今の。ちょっと説明見せてもらってていいかな。ゾジアックの説明どうなってるんだろう。あ、下か、一番下かな。売られている武器の中で最強ランクに位置する威力を誇ります。一発撃てば目の前に見えている全ての獲物が、画面上に映っている敵を全て消すみたいな感じの。強いね。いや、どっちも強いな。そういえばモンスター図鑑とかあるんだね。へえ、こういうの見ると面白いよね。一回も開いてないけど。結構凝ってるね、体力表示とか。結構凝ってるね。プロトペット、よし。まあまあまあ、これでよいしょ。何これ、下に行って、ほらー、こっちか。おー、乗っ取り。うわー、連射力いいな、地味に。よし、ボタン押した。水面上昇、ナノテック上昇。別にラチェットが戦ったわけでもないのに。どうするのこれ、泳いでけってこと、まさか。あ、マジで。うわー、水中操作で避けるのは苦手なんだよ。いけた、よかった。こっちか、上に上がればいいかな。おお、ん、いいの。地表に戻る。ここはどこ。あっちにもいないか。プロトペットいるね。プロトペットゾディアックで消してしまおうか。おー、生きてる。よし、すさまじいなゾディアック。おっ、わあ、綺麗な家。いや、まあ恥ずかしいな。かわいい。遺産だから。世界遺産みたいな。違う、メガコープ時代すっごい給料もらってたんだ。まあいいよ。で、見つけたんだろう、社員証。プロトペットはどう倒そう。これ見て。マンマン、プロトペットはどこから来たの。コウノトリさんが運んでくるのかしらね。違いますよ、ロボット奥さん。すべてのプロトペットはここ惑星メガコープの本社工場で生まれるのです。たった一匹のオリジナルプロトペットから分裂して、それぞれに違った名前と誕生証明書が与えられます。その後、皆様に長く愛されるようちょっとしたしつけが施されるのです。なので奥さん、次はこう聞かれたら。マンマン、プロトペットはどこから来たの。自信を持って答えてあげましょう。生まれた場所はメガコープ。オリジナルはたった一匹で、それをコピーしてるっすね。その通り。本社工場にこれで潜入してオリジナルを奪い取って。カラオケクラブグルービールーブ会員カード。おっと間違い。これでオリジナルプロトペットの部屋にアクセスして。じゃあ後で。別行動すんの。メガコープの警備は相当厳重。二手に分かれて分散させた方がいいと思う。いい案だ。
気をつけなよ。了解。かわいい。入れて。お家入れて。開けてください。開けてください。頑丈だな。ランチャーエイトネオに撃たれて、びくともしねえ。帰っていいのかな？なんかはあるけど。おう。うわあ、そういうこと。まあ、いや、これ強引で。強引に。操作難しいな、これ。うわー、襲われてる。一旦降りよう。ひー、ちょっとこいつらをゾディアックで一掃したい。やべえ、ゾディアックもう3発撃っちゃった。ゾディアックっていくらするんでしょうか、弾薬。1万か。ちょっとあんま連発すると怖いな。まあ4発しか撃てないっていうのもあるけど。さて、ついにメガコープ本社。あー、なんかラストっぽいよね。いいのかな、言って今。ちょっとやり残したことちょっとやっとこう。あ、間違えた。タボーダにやってきました。ここに どこだ。あったあった、これこれこれ。5個あるんだね、プラチナムが。さて、どうしようかな。やっぱバウンダーかな。ランチャーエイトネオロックチューンできるんだ。1プラチナム1か。ちょっと待ってよ、先にバウンダーをロックチューンしたいな。で、ロックチューンできるんだ、バウンダー。さらにエイトもロックチューンして、あとは1だもんな。ロックチューンつけるくらいしかできるな、できることないな。だからプラズマコイル、ホバーボマー、パルスナイパー、コンパクトバズーカー、どうしよう。2なんだよね。しょうがない、これもバウンダーに使おう。これバウンダー相当強くなってない？元から強いのに。試し撃ちしたいな。あっち行けば敵出るっけ。よいしょ、敵さん出てこい。出てきてほしい時に出てこないんだよな、敵って。なんで出てこねえ。あ、ここにいるやん。おお、
やばいってやばいって、すごいな。あ、グライダーはしないです。グライダーはもうコリゴリです。おっと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 、買えるだけの弾薬買って向かうか。買えるだけの弾薬を。完了。ふう、で多分メルモシープとか使わないからこうしとくか。スイングショットも使おうかな。一応置いとこう。いや、バリアにしとこう。よし。おそらく最終決戦。準備は完了しました。向かいましょう。プロトペット製造所、メガコープへ。そういえばスーツのアップグレードもできるんですけど、このままのスーツで行こうと思います。はい、理由としてはね、ラチェットの顔が隠れちゃうんでね。お、あー、ラストって感じする。